リョウだって助けられたんだ。大丈夫、大丈夫さ。おい、シュウジ、まずは落ち着け。そんで一回周り見てみろって。大丈夫だって言ってるだろ。な、いや、すまない。大丈夫、もう落ち着いた。僕は不甲斐ないかもしれないけど、もう大丈夫だ。だから安心してほしい。いや、でも本当にそうか。僕は大丈夫なのか。僕が悪いんじゃないのか。気にしないでいいよ。だって先輩がいてもいなくてもそんなに変わらねえからさ。そうだよな。僕なんてあれ、戦うしかないと思う。あいつらと話し合いなんてできる気がしないよ。ああ、そうだろうぜ。そんなの分かんなくない？案外いいやつかもしれないじゃん。いいやつ？あいつらが？何よ、見た目で決めつける気？いや、言動だって相当ヤバかったじゃん。でもサキさんの言う通り、相手のことを知らないのに対立姿勢はちょっと。それは確かに。ねえ、シュウジ。こら、シュウジ、止まれよ、てめえ。仲間の声も聞こえなくなったか。そんな奴にリーダーの資格なんざねえぞ。リーダー、僕はリーダーとして。なんとか言えよ、このクズ、のなし野郎。
役立たず。でもちょっと言い過ぎじゃないか。いいんだよ、こんくらい言った方があいつもこっち側に意識向けられるだろ。だからってなあ、気づいたか、あいつさっき父さんって言ってたろ。お父さんの幻覚を見せられてたのかな。それであんだけ取り乱すってことはよ、きっと親父に対して何かしら弱みがあんだろう。弱み？あいつは俺と鏡合わせだと思う。俺のママに対する執着とあいつの親父に対する感情は似たもののような気がするんだ。どうすればいい？それが分かってりゃ苦労しねえよ。とにかく呼びかけ続けんぞ。そうだ、僕が犠牲になればいい。それでいいだろ、アルケニモン。抑え込んで。てめえ、シェージ！リョウ、待って、ボケラも。このボケが。リョウがシュージさんを殴った？リョウまでおかしくなっちまったのか？いや、ちょっと様子を見よう。てめえ、修二、ふざけんじゃねえぞ。お前にロップも傷つける資格あんのか。何が。見ろよ、ロップモンの姿を。お前を探してボロボロになって、助けに来たらそのお前に傷つけられて。頑張ってんだぞ。そんな、お前が認めてやんねえでどうすんだ。僕のために。そんな、でも僕は僕はって自分のことばっかりかよ。顔を上げて周り見てみろ。お前らには俺らがいる、仲間がいる、何よりロップモンがいるだろ。僕は何を。はい、そこまでよ。くだらない茶番はおしまい。もう飽きちゃったからとっとと消えてくれる。てめえだけはよお前、おせんだよ。いや、両パイセンの熱いセリフに聞き惚れちゃっててさ。茶化さないの、リョウ君。いい言葉だったと思うわ。うん、きっとシュージさんに届いたよ。シュージはまだ戦えねえな。うちらだけでも十分だよ。ああ、鬱陶しい。もう茶番はおしまいって言ったでしょ。メガシードラ、うむ、出番か。大事な生贄だからね。
殺さない程度に遊んであげてちょうだい。よかろう。では、行こう。ひゅっ。なあ、クモ女だけは絶対許さねえ。やるぞ、クネモン。見せつけられているようで辛かった。でも君は
僕なんかよりよほど強い。だって僕を助けに来てくれたんだから。よかった、修士に褒めてもらえた。ロップも僕はずっと褒めて欲しかったけど、今はそんなことどうでもいい。みんなを守りたい、助けたい。僕は君の期待に応えたい。君が誇れる僕でありたい。君の努力に報いる僕でありたい。誰かに褒められたいからじゃなく、僕自身が後悔しないために。ロップも力を貸してくれ。ロップもしっかりして治療しないと。大丈夫だよ、シュージ。見てて、ロップも進化。トゥルイエモン、修士の強い思いのおかげで僕トゥルイエモンに進化できたんだ。トゥルイエモン、さあ行こう。修士、修士にもらった力見せてあげるよ。今度は僕たちの番だ、アグモン。立ち向かうためにより強い力が必要なんだ。守りたい、その思いが重なって力になるんだ。うん、感じるよ。二人を思う、タクマの強い気持ちを。そして、シュージさんの心をもてあそんだあいつ、湧き立つ気持ちを僕らもぶつけてやる。メガドラモン、任せろ。
しょ。こんなはずじゃ、とにかく体勢を立て直さないと。覚えてなさいよ、あんたたち。修二、修二さん。あれ、すまない。体に力が入らなくて。緊張が解けたんですね。大丈夫です。今は休んでください。シュージー！ああ、ロップも。ありがとう。頑張ったな。うん。シュージーも、お疲れ様。君にねぎらわれると、たまらなく嬉しいな。何涙ぐんでんだよ、情けねえ。りょう、お前がビシッと締めねえでどうすんだよ、リーダー。はあ、君は本当に口が悪いな。そういうところはきっちり指導するからな、リーダーとして。ちった言うじゃねえ。え、何なんか笑いながら口喧嘩してる？なんだか怖いわ。いや、これは男同士の友情だな。ああ、間違いねえ。は？意味わかんない。気持ち悪。おい、ミユ。は疲れてるってのによ。みんな急いで逃げて、霧に囲まれる前に。まだ修二さんが動けないわ。っていうかもう囲まれてるんだけど。おいおいおい、やばい、どんどん霧が濃くなってく。いや、来ないで。ミュー、くそ。どうしたらいいの。君たち、こっちだ。教授、生きてたんだ。ああ、よかった。心配をかけたようだね。だが今はとにかく急いでくれ。一刻も早くここから逃げなければ。説明したいのは山々だが、すべて後だ。さあ、早く。みんな、行こう。タクマ、こっち。どうしよう、囲まれてる。奴らに見つかるのも時間の問題だよ。うわー、怖いよ。え、もう震えてるの？そんなことない。僕は大丈夫だよ、ガブモン。ガブモンはここにいて、僕があいつらを引きつけるから。ダメだよ、危ないよ。そうだね、危ないのは分かってる。でも僕はガブモンを守りたいんだ。あ
められなかった。どうして？決まってる。今の僕じゃ守れないからだ。力がないから何もできなかった。守り返してあげたいのに勇気が出なかった。僕が弱いから。このままじゃダメだ。強くなりたい。もっとずっと強くなってあの子を守りたい。あの子助けなきゃ。助けに行くんだ。これはなんだ。この光は、うわ、これが俺の姿。何が起こったんだ。力がみなぎってくる。これが話に聞く人間との絆の力なのか。いいぞ、これなら俺も戦える。待ってろ、今必ず助け出す。なんだこの光は。おい待て、どこに行くんだ。俺を置いていくのか。そんな、どうしてだよ。俺とお前の絆は嘘だったのか。夢か。人間なんて、絆なんて、そんなもの。だったら、あんたも生贄狩りに協力したらどう？覗き見か。悪趣味だな。何度も言っているだろう。お前らに協力をするつもりはない。人間なんてどうでもいいし、あのガキどもに恨みがあるわけじゃない。残念ね。だが、あの連中をこのままのさばらすわけにはいかない。人間の力を借りて進化した奴らなぞ、絆なんぞ、すべて俺が倒す。よし、出口だ。みんな。見ての通りさ、ダークマ。みんなずっとこんな調子なんだ。僕のことならもう大丈夫だ。だからみんな、心配かけて本当にすまなかった。ああ、修二さんが助かって本当によかったぜ。本当によかった。だけど、ミノル、大丈夫か。お祝いは後にしようぜ。気が抜けたからか、もう立つ体力もねえよ。そ
それは僕も同感だ。実を言うと僕も疲れが。みんなどうしちゃったの？僕たち助かったんだよね。みんな疲れてるのさ。間に合ったようでほっとしたよ。また君たち全員の無事な姿を見ることができて本当によかった。こちらこそ。また教授に会えて嬉しいです。さて、君たちはしばらくここで休んでいなさい。私は周辺の様子を見に行く。一人で動くのは危険じゃないですか？その辺はわきまえているよ。もし異変があったらすぐに君たちへ知らせよう。戦いでは役に立てない私だが、そうでない場面ではできる限りの力になりたい。君も気づいているとは思うが、今の君たちに必要なものは休息だ。ならば戦いで消耗していない私が周囲の警戒を担当するのが道理ではないかな。わかりました。俺は確かに見たぜ。修士に傷つけられてる間、ロップモンの体から黒い霧が出てたのをよ。あれは良くないものだと思う。それは俺にも分かった。腹の底がざわざわして落ち着かなかったぜ。俺はよ、あの黒い霧に例の霧、さっきのは下手したら修士が死ぬ一歩手前だったんじゃねえのか。そうなっていた可能性は否定しきれないが。僕、わかんない。なあドラクモ、お前たちは何なんだよ。俺たちが見たありゃ何なんだよ。俺にもわかんないよ。あんなの見たことない。わかんないじゃねえだろこら。俺たちの命がかかってるんだぞ。ねえさっき、このままじゃみんな。いや近寄らないで。さっき、そんなあんまりよ。フローラモンはさっきを心配してるのに。ねえ葵、そうだよね。そうなのかな。無理に信じようとしなくていいと思う。どういう意味だ？今とても恐ろしいことが起こっているのはわかる。下手をしたらあっさり死にかねない。その原因は愚か、対処法すらもわからない。誰のせいであるのかも含めて。それでも君たちが潔白なら、いつか自然と信じられる時が来ると思うんだ。もういい。結局のところ俺に疑いを向けているだけだろ。お前たちのような分からず屋などもう知らん。待ってよファルコモン、話は最後まで聞いて。分からず屋はこっちのセリフだ。どこへでも行っちまえ。ミノル、タクマどうする？どうしよう。何が正解なのかはわからないけど、ミノルもファルコモンも多分同じで、不安をどう乗り越えたらいいか分かってないんだと思う。でも分からない今だからこそ
謝って喧嘩別れをするのは止めないと。うん、拓磨の言う通りだ。待ってファルコモン。なんだ、まだ俺に用があるのか。ファルコモン、とりあえず教授が戻るまでここにいてくれな。離れちゃったら守りたくても守れない。何かあったら後悔することになっちゃうよ。分かった。俺の方こそ少し取り乱していたようだ。アグモンとお前に免じて今回は戻ることにしよう。ありがとうファルコモン。